でもそれにしたっていきなりこんなプールが作られるってことは、それだけ上に取り入るのがうまかったってこと。下手に悪事を訴えたら返り討ちに遭うくらいね。あ、こっちがプールよ。かなり本格的でとにかくすごいのよ。ついでにちょっと見てく？じゃあちょっとだけ行ってみるか。せっかくだしね。閉まってるけど、ここの天井開くのよ。夏、天気がいい時とか。開閉式？じゃあ、水泳の授業とかあれば、立花さんもここで泳げるんだ。まあ、水泳部のおかげでね。でも、うちの水着って可愛くないのよね、競泳用でさ。自分で決めさせてくれたっていいじゃないの。なんかこう、敵みたいって。さっきから呼んでるのに。ごめんごめん、あんまりすごいべき、ああ、いや、プールだったからさ。まあいいわ。それよりこんなところで時間取っててもしょうがないし、そろそろ部室に行ってみない？ああ、そうだね。そうしよう。山内先生のことで話を聞きたいんですけど。
私たちこの事件の捜査をしてるんですけど、先生が殺された原因に何か心当たりはありませんか？悪いけど出てってくれる？今ちょっと立て込んでるから。部の今後のことで会議中なの。ちょっとしたことでもいいんだけど、何か。ちょっとしたことならほんとたくさんあるわよ。でも、それはみんな知ってることでしょ。ちょっとは役に立ちなさいよ。君は私のワトソン君なんだから。悪かったな、役立たずで。こういうことには慣れてないんだ。仕方ないだろ。図書室に何か用事があるの？ちょっとやぼよ。なんか
法みたいだな。なんで。まあね、これがこの学校で一番最初にマスターしなきゃいけないことよ。意外と簡単に見つかったわ。何探してたの？今年の卒業アルバム。見っけ、水泳部の写真。後ろの方に部活の写真が載ってるでしょ。もちろん名前とクラスも一緒にね。なるほど、それでさっきのメンバーの名前をはっきりさせようってわけ。あったり。私も学校の前生との顔と名前を覚えてるわけじゃないからね。休校だから人に聞いてると時間がかかりそうだし、かといって先生とかにも聞きづらいでしょ。あんな事件の後だけに。でも、よく思いついたな。今は新年度の始業式前だから、さっき部室にいたのは3年生と2年生ね。入学式も延期になってるから、1年生はまだ入ってきてないしね。その通り。ってことは、この写真の中には当時1年生と2年生だった彼女たちの姿があるはず。浅間ひとみ、岸本美穂、石井いつこ。どうやらこの3人が今の3年生みたいね。つまり私たちの上級生で、残りの藤崎双葉と永山翔子、この2人が2年生、僕らと同級生。